ここは新宿のラブです。여기는新宿ラブ고요。今風が強いですね。지금바람이세게불고있습니다。新宿ラブ。お二人でちょっと話しかけてみましょうか。ちょっと中身見ていいですか、もしよかったら。今バッテリーがなくなったんです、少しだけ。ちょっと聞いてみていいですか。顔が出ないので安心してください。なんだっけ、結婚って何でしょう。結婚って何でしょう、何ですかね、何ですか、うん、結婚したな、何でしょう。結婚とは、結婚とは何だろうな。時間かかりますね。時間かかる。彼氏いますか。彼氏、旦那さんがいます。そっか、彼氏いますか。結婚とは、そう、そう、結婚したじゃないですか。そう、結婚とは、もう先輩なのにね。そう、先輩なのに。でも、できた結婚。なんだろう、なんか家族と家族が、旦那さんの家族も、自分の家族も知り合いになるから、すごく輪が広がる。なるほど、感じです。いい言葉ですね。じゃあ何でしょう、早く。結婚って何でしょう、簡単に教えてください。幸せですね。幸せ、はい、OK。 もう一つ、ラブって何ですか。ラブ、愛です。愛、OK。 愛、それは、ちょっと同じ意味じゃないですか。口がうまいですね。聞かせてください。ラブとは何ですか。ラブとは何ですか。ラブとは何ですか。もちろん顔出ないので安心してください。思いやり。思い合う心。僕は今なんかよくわからないんです、どんな意味ですか。僕は日本語が苦手なので。思いやる心。ちょっと簡単に僕は理解できるように。できるように。そのまんまだもんな、思いやりって。なんだろうね。そう、OK。 そしたら何でしょう、聞かせてください。ラブって、ラブ。で、今これはなんか、僕は今韓国人なのに韓国喋ること忘れちゃった。だから今それ韓国人見えることちょっと厳しいかも。で、とにかく日本語でじゃあ聞かせてください。 OK。 ラブとは、うん、ラブとは何だろう。いや、もう愛でしょ、愛でしょ。イコールでしょ。いや、イコールですよ、イコールです。愛です。いや、分かりました。もっとちょっと話しかけたらお邪魔し、なんか迷惑だと思うので、これでそろそろ終わりしたいと思います。なんだっけ、友達になんか一言言いたいことは何ですか。お二人を込めて、この友達、そう、今友達のために撮ってますよね。幸せになってほしいです。 OK。 なるほど、同じですか。どうかね。幸せになってほしい。OK。 お結婚のおめでとう。おめでとう。OK。 バイバイ。ありがとうございます。